んの少しで。中忍選抜試験あれから3年、あなたの殺気に怯えていた下忍も成長したもんですね。とてもいい目をしていたわ。育てればイタチ以上の逸材になる。私はあれで確信したのよ。サスケ君は必ず私を求める。力を求めてね。チャクラが吸収し尽くされればサスケ君は呪因の力に頼らざるを得ない。たまるか獅子連弾。素晴らしい。呪因を跳ねのけるその意志。実戦は時に忍びを大きく成長させますからね。まあね、あそこまで成長したなら上出来。忍び上出来ね。彼を育てられる者はいない、私以外に。そろそろ替えの薬の準備をしないといけませんね。お前の術を全てもらっていくぞ。やめろ。あれで私の術は奪われ、転生の時期は遅らされた。あなたの体は私のものになるのよ、サスケ君。監視に回った暗部からの連絡がないというのは、賛美の存在は脅威のままなんだぞ。とにかく確認の部隊を送れ。全ては目的のため。もう限界ですね。ランク10の薬を投与しないと体が。薬を取り替えてきます。少しお待ちください。体はすでに限界を超えているはず。あのお方は気力だけで。これだからオロチマル様のそばを離れられない。二人を同時に相手をした時でさえもあれほどの殺気を覇気を放つことはなかった。うまくすれば大陸全土すらオロチマル様の前にひれ伏すに違いない。確かなんだな。監視のために配置した暗部の姿は賛美もろとも消え失せていたとのことです。あの賛美を相手にできる者たち、暁か。転生の代償はこの痛み。手に入れるものの大きさに比べればどうということはない。こんな形態変化は見たことがない。そうきたわね。もうあんたに教わることは何もない。あんたの前でも非常になれそうだ。非常にならなければイタチには勝てないわよ。あいつの前では非常になるさ。あんたは俺より弱い。あんたに俺の体をくれてやる必要もなくなったわけだ。中忍選抜試験のあの森で俺をいやらしく寝踏みしていた。動け。龍華の術。私は君が欲しい。こいつで俺を縛っているつもりだったんだろうが。来るのか。来ねえのか。こんな弱えやつやっちまいたくなるぜ。やってみろ。呪因で力を得た代わりにオロチマル様に縛られている。お前の目的は何だ。俺は復讐者だ。あんたもシャリンガンだけが欲しかったんだろ。そうだろ天才さんよ。どんな天才もウチハの名の前では凡人になり下がるのさ。この名を持つ俺からすれば浅ましく滑稽だ。あんたのやり方は好きじゃない。実験を繰り返し次へと命をもてあそぶ。他人をおもちゃのようにもてあそび続けている。兄さんが己の器を測るためだ。それだけのためにみんなを殺したっていうの。ヘドが出る。体へ乗り換えるために慣れの果てがその姿か。その体を私にちょうだい。とはなんて壊れやすいものなの。オロチマル先生、これ何です？
再生と幸運のお守りなのよ。研究熱心だとしても死んじゃった人は生き返らないですよね。でもね、再生のヒントなら掴んでる。あなたにもいずれ力を分けてあげるわね。ありがとうございます。無茶な修行にも程がある。美しい。これがシャリンガンの力。どれほどの修行をしようとウチハの血を超えることなんて。私にはこの術式の凄さがわかる。ここにある術を全て会得するのに何年かかるというの。死ねば全ては失われてしまう。全てを手に入れるには。オロチマル、ここで何をやっていた？あなたには理解できないでしょうね。私にとって肉体の寿命は短すぎる。死ねば全てはそこで終わりですから。実験している実は不老不死の術ですよ。あと一歩研究は進んでいる。全てを手に入れる。組織だろうと何だろうと利用するまで。新しいメンバーの到着だ。ウチハイタチ。ウチハを滅ぼしたあなたが暁に来るなんてね。貴重なシャリンガンを持つ者が私の前にその体いただくわよ。ああ、この私が金縛りの幻術に。素晴らしい。お前のいかなる術もこの目の前では何の効力も持たない。来たわね。行きましょう。私の未来はこの子の中にある。終わりか。そろそろ効いてきたみたいね。体液はしびれ薬なのよ。あなたごときの術ではまだまだ殺せぬ。いただくわよ。なんだ。私の中にある異空間、転生の儀式を行うのよ。始めるわ。素晴らしい。その目、私のものに。薬じゃもう持たないな。転生の儀式を行うしかないか。あのサスケくんが素直にうんと言うとは思えない。サスケくんといえどもあの儀式には逆らえまいが。どうしてサスケくんがここに。あれは巨大蛇の脱皮。すでに儀式は終わったのか。カブトか。今の君は一体どっちなんです。どっちだと思う。これは転生の儀式。記憶を見せられているんだ。二人の儀式に決着がつく。ここは私の作り出した異空間よ。ありえない。ここは私だけの。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前では分かってるはずだろ。サスケ君の意志が空間を侵食していく。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私は全てを手にするものなのだ。なんか嫌な雲行きだったわよ。まるで燃える落日、血のようじゃな。どうしました？なんでもない。オロチマル様が死んだ。これではまるで俺が奴の全てを乗っ取ったのさ。
ー。